さあ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 、始まっちゃったのかな、始まっちゃってないのかな。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。こんなゲームもあるんだよ、あなたの知らない異世界に。私と一緒に参りましょう。時期になってきましたね。うわー、なんかいいですね。まったり RPG ゲームをやる、ライバーライブ。私がいつ頃でしょうか、小学校6年生とか、そうですね、中学1年生とか、なんかその辺のあたりでやったゲームなのかな。これどっからやるかよな、マジで。いやー、どうしようかな、迷っちゃいますねこれね。迷っちゃったな。じゃあ現代編からいきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、ずっと格闘家ならば、格闘家ならば誰もが一度は夢見る言葉がある。誰もが一度は夢見る言葉がある。世界最強の座、バキみたいだ。最近ケンガンアシュラ新しいシーズンを見てます。音楽がいい。あー、まったり RPG やる日が来たか。俺もとうとう戦いの旅に出る。世界の頂点に立つため、腹筋台とペックフライかな、あれは。あらゆる格闘技の技を身につける旅に出るのだ。だが相手も格闘の道に己の人生をかけている猛者たち。まあ、トップに上がれば上がるほどそうなりますよね。じゃあやっぱペックフライですね。教えをこうても肘をこうつけてパッドで閉じるタイプです。バーベルショルダープレス、やはり拳を交えてみなきゃ。ダンベルアームカール、相手の技を誘い出すしか手はない。戦いの中でこそ技の秘訣がつかめるはずだ。いいシャドウですね。うまくいけば猛者たちの奥義を体得できるかもしれない。やっぱ井上チャンピオンもね、シャドウの質、シャドウをもっと真剣にやった方がいい意見をしてますんで、名前を決めてください。名前はふっと浮かんだのにしますね。安岡力也でいきます。俺の名が世界に轟くか、それとももう軽く轟いてるんで。答えはこれから始まる戦いの旅路が教えてくれる。ホタテマンの歌でも流しながらやろうかな。やっぱここはね、ハルク・ホーガンからいきます。アメリカマット界一番の男、ハリウッドでもスターとして名を馳せる安岡力也が強者を探していると聞き、かつての闘争心に再び火を灯した。 RPG やってます。カモンボーイ、カモンボーイ。普段の RPG と変わらない。音楽がいい。タラタラララタラララララロッタタラルタラララタラルタ。元気が俺からなくなった場合はもう生きてる価値がほぼないと言っても過言ではないです。暗いすぎだろ。ジャーマンスープレックス新しく覚えたよ、僕は39歳で初めてジャーマンスープレックス初めて覚えたよ39歳で。いいよ、どんどん覚えていけよ。まだまだ俺は覚えるんだ。いいダメージ得るね。最近やっぱり少し、さすがの俺でも少しいろんなことが不安になってきてる。やばいって威力あんたの。これで終わりだな。さすがに終わるよな、これで。オッケー。安岡力也一番。来年もこんな感じでやらせていただきます。相撲行こうか、相撲の心。あー、いい BGM だ。怪我しないうちに帰る。レレ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 レ。じゃあ最後はお前の技で殺してやろうか。2だ。よしよし、いい技もらったね。多分あと1個かな、覚えられるの。こいつにします。ファックマン。ああ、
Fuck man。 あ、来た。覚えろよ。 OK。 You win。 クライゾンしてるじゃん。全部覚えた方が良くない？スペックスだ。これ超入るよ多分。これやばいだろうな。半分ぐらいいってんじゃないの。うわ、えぐえった。えぐえり魂。You win。 僕の顔に打撃など所詮は子供の喧嘩だ。この人の声聞いたことある。私に近づけば即座にお前の関節を決めてやろう。誰だっけこの。私の関節技を見切るとは完敗だよ。あら、ボスがいたのね。三蔵法師っていう。これか。俺こそが最強ボディオブライトだ。でっか。まずは気合いだめからだ。さあどんな攻撃が来るかな。楽しもうか。まずはアロハリテで一発後ろに遠ざけます。まあアロハリテはこんなもんよ。でもう一発これ来たから、ここで、ツーダでステータス落とします。いいね。でステータス落としたんで、足技が来ないようにこれで足を固めます。それがどうした。さあこれ次ヤバいの来るから、一回アロハリテで遠くに行ってもらおう。斜め上行けよう。腕も固めちゃおう。これでこれでも何もできないだろう。デススズアイズ。やつんよー。2ヒットしてるよー。もう一回気合いだめだな。一歩近づいてこい。え、そこ打てるのあんた。わー、それ強いねー。コツコツ削ってこう。まだ死なぬとはな。コツコツ削ってくよ。アロハリでいいね。ダメか。気合ダメしとこう。さあここでもう一回ツーダでいこうか。さらにここでステータス落とすよ。あ、もう落ちない。かなり防御力上がっちゃってるからもう当たんねえわ。やっぱアロハリっていい技だな。やっぱアロハリテなんだよな。はい、アロハリテでほぼ半分まで削れたぞ。これあともうアロハリテ連打でいいんだよ。あの薬局とか狭い、例えばスーパーとか行くと、なんか商品をこう見たり選んだりしてる人が一人でもいると、こう後ろが通れないぐらいの隙間しかないときはこのアロハリテやると効果的です。一マス離れるんだよ。初めてだぞ、ここまでの相手は。アロハリテしかしてないけどな俺は。お前に食らわしてる技はほぼ今アロハリテのみだよ、ほぼ。近づいてきてアロハリテ、近づいてきてはアロハリテ、これの繰り返しです。で一歩近づいてくる、またアロハリテやる。ごめんね、アロハリテしかしなくて。もっといろんな技皆さんにお見せしたいんですけど、やっぱり相撲の精神、夏場所国技館の精神でやらせていただいてます。あ、こっから打てるんだ。うわ、回復持ってた。しかもステータスアップだ。ジャーマン行くしかねえな。さあ殴り合おうか。あ、ステータス上がっちゃったから通打で落とそうか。皆さんの奥義だ。楽しい、楽しいぞ。これやばそう、これやばそうだよ。そんなもんか。あぶねえ、これ食らったら絶対やばいやつやん。それは大丈夫。ただ一バス吹っ飛ばされるから。あ、もう当たんなくなっちゃったじゃん技が。最後はこれでいきますか。最強はこの俺。いい戦いだったな。ぬかぬかぬか。これから始まるのだ。本当の最強への道は次から次へと
俺のような奴が現れる。最強のためには自らの命すら厭わぬ。俺や、お前のような奴らがな。それでもお前は人間でいられるかな。死んじゃったの。死んだ。そっちは川です。溺れる恐れがあるためそちらには行かないようにしてください。安岡力也だな。誰？貴様を倒せばこの俺が最強だ。誰ですか？どうなった？ここで禁断編終わりね。何不動会社お前らだ。じいさんの技も一個覚えてない。浴びせぎ覚えてないな。ちょこちょこ覚えてない技あるな。こいつの技は下つ覚えてないか。あ、こいつの技も覚えてないっぽいな。パンチャマティックって覚えてない。こいつの技は下つ覚えてない。声優だから男女金いやいや。現代編終了。幕末編行こうか。全部切る。